感染が発表されたのは10代と50代の男女4人です。3人が感染経路不明で、1人が中等症、そのほかは軽症です。高知市の10代の2人は中学生と高校生の兄弟です。それぞれのクラスメイトら13人を検査中です。兄弟は今月、1回目のワクチン接種を終えていました。千崎市の50代男性会社員は、 中等症で感染経路不明です。職場の同僚三人を検査中です。50代女性は、須崎市の医療機関に勤務する看護師です。家族二人と同僚ら合わせて10人を検査予定です。50代の二人はワクチンを2回接種していました。リバウンドが始まっているというような兆候とまでは言い切れないとは思いますけど、 感染経路不明の方がこの規模の人口の県で持続しているということは一定注意を払いながら進めていかないと県内の感染者は累計で4151人となりました中等症は2人重症は1人です